こんにちは、クリッカーツッキーです。ジェントルマンレーサーの愛車として注目を集める GT4、 2019年3月7日のスイス・ジュネーブで開幕する第89回ジュネーブ国際モーターショーで、トヨタが GR スープラ GT4 コンセプトを世界初公開することが発表されました。 GT4 というのは世界中で注目を集めているカスタマーモータースポーツカテゴリーです。市販車に改造を加えたレース仕立てにしたマシンをユーザーが購入してレースを楽しむ、まさにジェントルマンモータースポーツのために生まれたカテゴリーといえます。日本のスーパー耐久シリーズでは STZ クラスが GT4 マシンのためのクラスとして用意され、2019年シーズンにはメルセデス、AMG、ポルシェ、ケイマン、KTM、ジネッタなど5台のエントリーが予定されるなど盛り上がりを見せています。そうしたこれから注目のカテゴリーに新型 GR スープラはチャレンジしようというわけです。 3.0 リットル直列6気筒エンジン車をベースにレーシングカーに仕立てた、あくまでも新型スープラを活用したカスタマーモータースポーツの可能性を検討するためのコンセプトカーですが、その開発を担当したのは欧州のモータースポーツ活動拠点であるトヨタモータースポーツ有限会社だと聞けば、かなり実践的で本気のレース仕様であることが想像できるでしょう。画像からでもロールケージ、サスペンション、ブレーキ、リアウィングなどのレース専用部品を装着していることは確認できますし、市販車からさらなる軽量化を図っていることも見て取れます。なおエンジンは 3.0 リットル直列6気筒ターボと発表されています。ジュネーブモーターショーに出展される GR スープラ GT4 コンセプトは名前の通りコンセプトモデルですが、画像で確認できる完成度からも GR スープラ GT4 が世界中のサーキットで活躍する日は遠くないと感じさせます。